なにここ、暗い暗い。なにここ。え？俺、やべえとこいるけど。何？俺の今いる場所見える？わからん。俺、タコ部屋にいるんだけど。なにここ。え、あ、いやいや、あっ。謎空間で草。なにタコ部屋。ほら、ほら。え、なにこいつ。やばすぎ。多少レベルは上がったから修理システムは増えたんだよね。ああ、もう必須。正直変わったかといえば微妙なところだけど。いやー、なんか撃たれた時のカスダメとかを回復したいじゃん。おう、これ当たってないのか。こっち拠点はこんなに A1 に近いんだ。ねえ、すげえ近い。あ、PKP 最強。今とこそがやばいっすね。ああ、やっぱ PKP はやばいっていう共通認識なんだ。やばいよ。やばい、仲間のヘリが敵のヘリと激突して墜落した。何してんだ。ああ、逃げられちゃった。こういう人数だと敵陣に突っ込んでいくのは良くないでしょ、ヘリとかで。だねー。あ、オーバーヒート、オーバーヒート。あのレートであのビ反動やばすぎる。俺も早くアンロックして使いたい。ちょ、待たれよ。お前を鉄くずにしてやろうか。あ、ちょっと待って。あと少しなんてで。あ、仲間が落とした。痛い痛い。やられたわ。これパッドだから乗り物の運転が簡単とか別にそういうわけでもない。なんだよ。電源オフ。よし。目標を確保。はい。わ、いやらしいところにビーコン置いてる。上とっていう。つか、俺なんで武器からサイト消えてんの？怒ったわ。はい、痛い痛い痛い。俺のタレット壊すな。PKP 使いたいな。PKP 最強すぎる。使ってるな、貴様。使ってるに決まってんだろ。あ、俺がサイトをつけ忘れてんのか、これ。じゃあ、どうしようかな。おお、どういうこと？リスポーンして目の前に敵がいるようなところにビーコンを設置するあなたは非常に罪深いよ。かなり適当に設置したからね、それ。こういうのはバレないように置くだろう。まあ、まあね。許されないな。あ、違う、上取られてたんだ。上取られてるよ。あー、ダブルアシスト。え、嘘、 PKP 倒せちゃうの今の。PKP 使ってんの？いや、あ、今あなたが俺を、俺が頑張ってダメージを与えた敵をね、インチキして倒したんだよ。おいしかった。なんだ？レアだぜ！すげえ敵いるよ。えぐい。あ、寒い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 。ああ、
だってくしゃみでエイムブレた買ったけど。あと一人どこに？上か。ああじゃあ負け。プレデート投げる。行ってこい。あ死んだわ。ミスだ。リワ行こうぜ。あやべ。下から行くの俺すげえ嫌なんだよな。あともう一人いる。あ全滅。あ全滅。助けて。マジか。おいし。あちょっと死んでる。助けて。俺も今上突っ走ってるから。あもう上行ったのかよ。で下 100% 死ぬじゃん。いや上も言うてだけどな。車線まみれでしょ。味方が倒れた。いや上今ガラッガラ。突っ込みすぎて死んだけど。ちょっとワンチャン起こせる、ワンチャン起こせる。ちょっと待って。あちょっと。マジで。あちょ。あここ。見えねえさにいるわ。いやそのギリスーツずるいわ。これ A1 から飛んでくのが一番楽だね。あ確かに。あれ A1。あ負けた。A1 に敵いる。やれ。あれ。なんだ。あんまり戦車とかもいないから。誘導ちょっとやめて。ちょっ。なんだこいつ。助けて。助けて。あ、そこの仲間。ありがてえ。B1 行くぞ。行くか。ちょっ。これなんだろうな、未だにスペースを知ってパラシュートが開かないのは。地面ギリギリでやってる？まあ、割とギリギリを攻めてるね。攻めると開かねえ、なんか。そういう？攻めると開かねえ。そんな、そこまで攻めてるつもりはないんだけどな。いや、まあ、それでも。本当にそれでもダメか。うん、ダメ。そんなこと言われちゃう怖くなっちゃう。ちょっと俺死に、もう死にかけてんだけど。助けて。いけるかな。PP 強いな。水鉄砲型の銃はやはり何でも強いのか。アメリカ軍が勝っている。やつらを許すな。あ、エンジャー。ユーベの目標ブラボー1を確保している。俺もレンジャー呼びたい。あ、違う。この座標にレンジャーの投下を要請する。レンジャー買って。ヒューマンがレンジャーに負けるかけるかも。ふん。水鉄砲もまだ現役ですね。超現役。これね、弱体化されはしたんだよね。だって俺は見たよ、うん、確かに見た。今あと3人か。上何人いる。いや、結構いた。レンジャー頑張れ。レンジャー頑張れ。レンジャー頑張れ。じゃあレンジャー相手にグレポンはちょっと。これ64人規模でも竜巻起こることあんのかな。どうなんだろうね。上からチクチクしちゃうぞ。楽しい。クソカス分隊よ。一方的に撃てるのが一番楽しいだ。それはそう。どんな FPS でもそうだわ。死が急速に迫ってくる瞬間よりもやっぱり一方的に撃てるところだわ。はい。それで。やはり BF は64人が最適解だったなのかな。ま
マッシブアクションゲームが256人であるのが面白いように、ビーフはやっぱり64人だった。ビーフは64人、多分もうマッシブアクションゲームを知らない人いるでしょ。知らん。え、マッシブアクションゲーム、マッシブアクションゲームを知らない？知らん。それはちょっと一方的に敵を撃っている瞬間が一番性を実感する。その通り、はい、マッシブ、天才的無反動 M5。 マッシブアクションゲームを知らないのはちょっと許せないな。初めて聞いたわ、なんなら。いやいや、FPS をやってる人の3割ぐらいはマッシブアクションゲームを知ってるよ。3割しか知らねえじゃん。割と知らない人が多い自信はある。だってマイナーのゲームを出しやがっても。マイナー？プレステ3で無料、基本無料で昔サービスやってた FPS だよね、マイナーつっても。いや、知らねえ。多分今から10年ぐらい前かな。知らん。こんばんは。いやでもさ、10年前にさ、プレステ3というゲーム機で256人での規模の FPS が遊べるってなかなかすごくない？いや、まあすごいけど、すごいけど。あれもうサービスは終了しちゃったんだけども。まあそう、そんなん、そうだよな。俺は密かにマッシブアクションゲーム2を待ってるんだよ。そうだよ。開発。開発会社蒸発したからもうないと思うけどね、残念ながら。いや、くそ、ミサイル当たらなかった。要求スペック高いって低評価多いですが、どんな塩梅ですか？高いことには高いです。3000番台を持ってる人には人権があります。2000番台の人はちょっと怪しい、半魚人権ぐらい。まちょっとずつ、ちょっと、ああ、歩兵にも人権がね。目標が襲撃されている。今 60fps は何とか保ってるけど、重いところ60下回っちゃうもんな普通に。まあ常に144を出したいっていうガチムチ、ガチムチじゃねえや、ガチな FPS プレイヤーの2070じゃ厳しそうか。でも厳しいことはないと思うけど、ちょっとなんか割と CPU が良ければいける説もある。まあロー設定で遊べなくはないとは思うけど、快適はちょっと厳しいかもしれないな。あ、ダイナミックエントリー。ヘリ、ヘリ不在な。あ、これ味方のヘリか。 B2 取りに行きやす。あ、ちょっとやばいとこに置いちゃった。あ、ちょっとやばいとこに置いちゃった。あ、やばい、私はコンクリート。あー、ダメだ。あ、多分あと5年ぐらい待ったら軽くなってんじゃないかな。新しいビーフ出てそう。そんなすぐは出せないと思うな。あ、出てねえか。なんたって今製品版ベータだからな。製品版ベータ。ガーリー2で戦闘が発生した。攻撃を開始する。これどこにいるんだこれ。あれ仲間。あぶね。これ PP 本当に弱体化されたわけ。これ強い。いや、縦反応が増えた。あ、今にラボの単品買いってコスパ悪そうですよね。そうだね、グラボ単品代はね、マイニング税が。BTOPC とかもう出来合いで売ってるものはそこそこ
ょ。ヘリ強え。もう完成品買うのが一番。そうだね。一番いい。完成品買ってそのグラブ以外のパーツ売った方が安くつくまである。ダイソンが弱ってた。戦力が残ってる。グラボだけ抜き取るんだ。そうそうそう。他はもうあれだ。まあ、パソコン工房にでも売りに行こう。ちょっとあのヘリ誘導ランチャーで落としてやるからな。確保しとけよ。覚悟の準備をしておいてください。どこ行った？どこ行った？いた。イエーイ。ゲットゲット。残りセクターはわずかだ。なんだこいつ。エラ、お前らデータ参加しろ。参加用パトリス。え、ピピ強い。縦反動本当にあるかこれ。昔はっていうか前はそれもっと反動なかった。今の PKP 状態だった。もしかして今の PKP 状態。目標が攻撃されている。なんかまだ C1 敵うろついてるな。よく隠れてる戦車。勝利まであと半分だ。攻め続けろ。1万円でデータに参加させてやろう。うわ、あいつか。面白い。面白い。面白い。君死にたもうことなかれ。あ、全然死なない。クソ。やばい。敵を倒した。お、B2 が、あ、B2 と B1 危ないよ。行こうかな。悪い航空機はみんな落としてるから。リンゴ信者みたいな。や、信者っているんですかね。家信者。家信者。あんまり聞かないな。そうな気がしてきた。有名な目標ブラボー号を確保している。EA のゲームなら何でもやりますよっていう。何でもやります。ブラボー号の確保完了した。EA って言ってもね、一概に FPS だけじゃないからね。生ほどゲームある。あの、ボクシングのゲームとか。あ、興味がわかる。なんだっけ、名前忘れちゃった。ちょっと、どっから撃てるの。戦車か。はい。助けて。よっしゃ、そこに犬とタレットあるに。この犬、あの、近づかなければ何もしないと思うから。本当かよ。本当に何もしない。めっちゃなんかやってる。犬壊せ。あ、俺が壊される。さ犬無駄に硬くね。硬い。今作犬強そうっすね。まあ、犬は破壊したわ。ちょっと俺も犬呼ぼうか。何ここ、暗い暗い。何ここ。え、俺やべえとこいるけど。何、え、俺の今いる場所見える？わからん。俺タコ部屋にいるんだけど。何ここ。え、あ、いやいや、あ、謎空間で草。何タコ部屋。ほら、え、何こいつ。
やばすぎ。あ、死んじゃった。死にやがって。いや今多分ね、あのエレベーターの壁のエレベーターの壁の壁の中だから、天井にいたのか今。あ、俺も湧いたんだけどそこに。いや、あ、ちょっとそこで、このビーコンだよね、ビーコン。ほら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 。あー、あれ俺置いた時こうビーコングリッチしてる？してねえよ、俺普通の床に置いたよ。っていうことはこれ誰かエレベーター動かせないと永遠にここってこと？あー帰ってきた。どうすんだよこんなとこにいて。わかんねえよ。エレベーター動かしてよ。エレベーター動かしてよ。わっ、着水くねそれ。エレベーター動かしてよ。どうすんの、どうすんのこれ。ちょっと俺ジップで釣り上げてよ。え、これマジで外で誰かエレベーター動かせないと永遠にここじゃん。再出撃。再出撃。友軍がチャーリーマンを制圧中だ。そのビーコン終わってるな。これ C2 取りに行こうとこのビーコンに湧いたらもう孔明の罠だよ。味方のとこで湧きてんに交戦中だし。再出撃の有効活用。再出撃はこのために。B1 がやばいよ。ちょ、レンジャーこの野郎。あのビーコンをさっさと設置し直そう。俺がレンジャーを呼ぶ。目標の一つを喪失した。敵が全セクターブラボを制圧。そんなとこに兵士。あ、そこ湧きたいな、分隊。あ、ビーコンいた、ビーコンいた。あ、このビーコンは大丈夫な、ビーコン。あ、そっちのビーコンか。オッケーオッケー。大丈夫じゃねえじゃねえか。目の前に、敵が。そうだ。敵敵何した。今、登るモーション入りやがった、くっそ。これ、勝って、あ、勝ってんな。割とギリだな。あ、このビー12人やばいて。えぐ。全員殺せばいい。全員。極論だな。誰と設置？俺が全員倒してやんよ。あ、気持ちいい。あ、ちょっとスイム。登ってくんな。よし、登ってくんな。ここは俺だけの空間だ。はぁ、 SMG には勝てねえ。ピピ強い。味方隊が目標ブラボー2を攻撃している。いや、気持ちよすぎるここ。あの、割とほとんど倒したと思うよ。あ、やばい、死が急速に迫ってきてる。当たれ。よし、ちょっと弾ないです。誰か弾届けてください。ナイス。何？ナイス。その PKP、 その PKP くれ。マガジン交換すればいいじゃん、持ってないマガジン。その手があったか。待って、俺それで弾増えるよ。俺マガジンない。これ育てろ。俺のハンドガンが火を吹くぜ。 PKP は弾全部で1800ぐらい。やばいて。降りれない。やばいて。ハンドガンの弾はたくさんある。ちょっと、あの、武器拾いに行きたいんだけど。
弾来た。ちょっと仲間弾を引いて死んでしまった。くそ、どうしたらいいんだ。拾いに行けねえ。あ、戦車。ギャーこれは無理だね。これは無理だ。あ、ビンゴもやられたから今のやられたね。あれ、これ負けね。ほんとだ、今あれだな。あ、やべ、リスポンしちゃダメだやつだったな。全部隊交代せよ。何をしてるのかね。くよくよするな。多分アタッチメント増えたと思うな。よし、またエンジェルの手柄だ。パラシュート切る。パラシュート切る。降下してくるやつがいるんだもん。証拠りもなく。証拠りもなく。